渋谷パルコヒューリックビルは東京都渋谷区宇田川町にある複合ビル。1973年に開業し渋谷の街とともに文化を作り、基幹店として発展してきた渋谷パルコの建て替え計画で整備された建物である。旧渋谷パルコパート1パート3の建っていた西基地を一つの外区に統合し、 都市再生特別地区制度による300%の容石率割増を取得することで、新しい渋谷パルコには、これまでの店舗、劇場に新たにオフィスを付加した複合ビルとなった。建物は地下3階地上19階だけで、地下1階から地上9階と10階の一部にパルコの商業施設が入り、 地上12階から18階などのオフィス部分は再開発事業に参画したヒューリックが保有床を取得し区分所有している。外観は次世代の文化を担うべき若者をイメージした原石がより集まった集積体とすることでパルコの原点を表現しスペイン坂から続く建物周囲を勧誘する立体街路はフロアごとに店舗への入り口があり、 10階の屋上広場へと繋がる。地下1階から地上9階及び10階の一部が渋谷パルコが入り、192店が営業を展開する。7から9階にパルコ劇場が位置し、客席数は636。10階にオフィスロビーを置き、12階から上がオフィスフロアでデジタルガレージや同グループが入居。DG グループは渋谷パルコ DG ビルと名付けた。 ありがとうございます。